モービル湾の海戦、ルイス・プラングが南北戦争の海戦では、初めて装甲艦や潜水艦が用いられ、新しく強力な艦砲が導入されるなど、海戦のスタイルを変化させた。南北戦争の海戦の最初の砲撃は1861年4月13日、サムター要塞の戦いの時に、アメリカ合衆国密輸艦主体のカッター、ユズク、ハリエット・レーンが放ったものであり、 最後のものは、ロバート・イリー将軍が南軍と共に降伏した時から2ヶ月以上経った1865年6月22日に南軍の襲撃艇 CSS シェ南道が南北戦争の海戦は海上で起こっただけでなく国内の大きな河川でもあった。戦中に起こった海戦がなければ戦争の行方は逆になっていた可能性もある。北軍 南軍の海軍は計画通りに戦争を遂行するために陸軍に物資を供給し医療的手当も行った。南北戦争では勝つために陸軍と海軍が協力して動く必要があった。水上で起こった戦闘は全土で行軍する陸軍を助ける大きな役割があった。北軍海軍も南軍海軍も互いに戦っただけでなく、 陸上の兵隊や物資を運ぶことでも貢献した。それが、両海軍が互いに戦った理由でもある。海軍がいなければ、両軍は戦争を守備よく遂行するために必要とされる物資や兵員を得られなかった可能性がある。また、陸上の砦を攻略するために、艦船の大砲が有効だった。特に内陸河川で重要な役割を果たした。 兵員や物資の搬送に加えて敵の砲台攻撃など海軍が大車輪の活躍をした例がビックスバーグ方面作戦だった。艦船もその陸軍のために大変重要な役割を果たした。南北戦争では大変多くの負傷者を出した。それゆえに海軍の艦船は負傷した兵士のための浮いた病院として機能した。海上封鎖も 南軍を倒すために重要な役割を果たした。海上封鎖によって南軍が兵士のための物資を得る道を閉ざし、それゆえに北軍に降伏することになった。物資の供給は南北戦争で海軍が果たした最大級の役割だった。両軍ともに必要とされる物資を得られなければ、それが得られるまでより大きな苦しみを味わうことになっていたであろう。 南北戦争で北軍が取った主要戦略は南部の港の海上封鎖だった。これは南部が貿易港を通じて他国から援助を得られないようにした。食料、水、弾薬、銃、犬やあるいは医療品が欠如したはずである。この戦略はそのまま有効ではなかった。南部は海上封鎖が始まる以前から大量の物資を持っていた。 北軍は南部で物資が欠乏するようになり、降伏するまで待つ必要があった。これは北軍にとっていくつかの理由で大変なことだった。一つは南軍が海上封鎖の間も戦い続けたことであり、北軍は多くの負傷者と死者を出した。二つ目は予想以上に戦争を長引かせたことだった。最後に南軍はこらえきれなくなり、 北軍に降った。南北戦争では病院も大変必要とされた。負傷者の数が大変多かったので兵士は医療的な配慮をぜひとも必要としていた。海軍の感染は兵士のために浮いた病院として機能した。南軍も北軍もこの戦術を使った。医療のために多くの空間があればより良い治療ができたであろうから、 陸軍の大きな助けになった。南北戦争で最も重要であり有名になった海戦の一つがアセスモニターと CSS バージニアの装甲艦同士の対決だった。1862年3月9日に発生した。この戦闘は数時間続き、戦術的には引き分けに終わった。両艦もに厚い走行で覆われており、 どちらにも永続するような損傷を与えられなかった。北軍にとって終わり方の良くなかったもう一つの海戦は1863年にサウスカロライナ州チャールストンで行われたものだった。この戦闘は北軍の作戦が大変まずかった。この戦闘では北軍海軍が海上から陸上の南軍を攻撃するよう派遣された。 北軍のサミュエル・デュポン提督は、チャールストーンを攻撃すべく旧隻の総甲艦を与えられた。デュポンがこの命令を受けたとき、この戦闘から勝利は得られないと予測した。砦に向けて、艦船の火事を切らせることになり、チャールストーン攻撃のために立ちふさがった。このことで南軍には、北軍総甲艦の弱点を見せることになった。北軍海軍は、 この戦闘で非常に苦戦を強いられたので、2時間の後には単一戦闘であまりに多くの損失を出さないために撤退することになった。南軍が守りきり、北軍を退却させた。この戦闘に失敗した結果、北軍はさらに海上封鎖を2年間続けることになった。また南軍はサウスカロライナの海岸だけでもいくつかの砦を構築し、 北軍を容易に攻撃できるようにした。CSS アラバマとアセスキアサージの海戦は、南軍艦隊裁量の艦船であるアラバマが沈没して終わる激しい海戦だった。アラバマが最初の砲弾を放ち、間もなくキアサージが応戦した。両艦ともに、その主要な武器や大砲を右舷に乗せていた。それゆえに、両艦は円を描きながら交戦した。 キアサージの方が速度がやや速く火力が多く乗組員の数が多かった。これらは海戦における利点となった。アラバマは多くの砲弾を受け死傷者を多く出し、ついには沈み始めた。南軍はゆるりと浸水が始まったことを悟ると海岸に戻ろうとした。しかし遠くまでは行けなかった。艦内の水位が上がり、機関が止まった。 こうなると幸福以外に選択肢はなかった。生存者はキアサージに救出された。これは南北戦争の終戦に向かっていた時だけに北軍にとって重要な回戦となった。下記のリストでは純粋に感染同士の回戦以外に感染大陸上の鳥であるいは砲台との戦闘も含めている。校舎の場合は 海軍と陸軍が共同した戦いもあった。キャニー、ディザネイビゼオブザシビルウォー、リリーブドフロム、H T T P W W ドシバルアル、O R G、エデュケーシー、フェアロジスティックス、ボーフェア、ネイビー、ハットファウラー、ウィリアム、アンダーツーフラックス、ザ、アメリカンネイビーインザシビルウォー、ネイバルインスティチュートプレス。 ハン、チェスター、レブルズヤンキース、ネーバルバトルズ・オブ・ザ・アメリカン・シビル・ウォー、カリフォルニア、サンダー・ベイ・プレス、ハット・ネーバル・ヒストリーヘリテジ・コマンド、アセス・キル・サーチ・ VS、CSS ・アラバマ19準選8、8 6 4リリーブド・フロム、 http://www.history.navy.mil p h o t o s e v e n t s c i v i l w a r c w c r u スラッ k e r a l a h t m ありがとうございます。